月12日日曜日、エスパルス VS 川崎フロンターレ。ご入場のお客様は右側のレーンでお願いいたします。本日はようこそ QR コードで5月12日日曜日、エスパルス VS 川崎フロンターレ。ありがとう。試合で活躍してください。また頑張ってください。ありがとうございました。
リアのご紹介でした。そうですね、まあ、開幕からあまりいいサッカーができずに、まあ、ホームでも初勝利ですし、まあ、リーグ戦に関して言えば無失点で終えたのは今日が初めてだったので、まあ、けど前節のダービーもそうですけど、こう少しずつ、まあ、チームとしてやるべきことがこうまとまってきたかなと思います。そうですね、今日のゲームで言えば相手も調子が良くなくて、僕たちも早めに点数を取りたかったんですけども、まあ、なかなか取れなくて、まあ、その中でこう、まあ、少し前だったら前に比重をかけすぎて相手のセットプレーやカウンターでこうやられて、結局また点を取りに行かないといけなくなって、まあ、2点目3点目をやられるっていうような形が多かったチームだと思うんですけども、まあ、しっかりやっぱり今日はチームとして我慢して、まあ、0-0 ベースでやっぱり1点をしっかり取りに行けたっていうところはものすごく大きかったかなと思います。そうですね、まあ、今日はセンターバックの2人だったり、まあ、ヘナトだったりっていうところが、まあ、見えやすく評価されるところだと思うんですけども、僕から見れば今日多分一番良かったのは松原浩なんじゃないかなと。相手のサイドチェンジに対するポジションもそうですし、こう自分の選手からセンターバックのところに入っていく選手に声をかけていたので、やっぱりそういったものはなかなか評価されない部分ですけど、こうセンターバックがプレーしやすいようにやっぱり声をかけてましたし、後半もクロスの対応で彼がヘディングでクリアした部分もやっぱり多かったので、そういったところはこう、まあ、なかなか難しいですけど、僕は的にはかなり評価してます。そうですね、最初のタイミングでエーソンがもう相手よりも前に出てることは分かってたので、こう残ってる選手にバレないように逆側を1回見たんですけども、まあ、エイソンはずっと結構あの今日も 2,3 回あったんですけど、あえて走り切る能力があるので、まあ、しっかりハーフウェイラインぐらいに行ったらボールを蹴ろうかなと思ってました。僕らがありきっていうよりは、まあ、セレッソさんの、まあ、守り方もあまり良くなかったと思いますし、けどそれをこう見つけて、あの時間帯でやっぱりサイドバックの選手が走っていけるっていうのは、こう FC の選手があそこにいる強みだと思いますし、まあそういったものは他の選手も真似しながら、僕自身も真似しながら、もっとみんなで伸びていければいいのかなと思います。そうですね、彼自身もこうなかなか今シーズン調子が上がらない中で、まあコンスタントに
点数は取れてますけれども、まだまだ彼が望む、まあ、ようなプレーっていうのはできないっていうのが正直なところなんですけれども、まあ、ずっと調子がいい選手っていうのもいないと思うので、まあ、今日その中でもしっかりとこう自分の立ち位置だったり調子の悪さっていうのを認めながらこうやっている結果が、ああいう、ね、なかなか入らないような角度なんですけど、こうポストに当たって入るか入らないかっていうのは大きな差なので、まあ、そういったものをしっかりとこう、まあ、サポーターの方だったりこう神様が見てくれてゴールに運んでくれたんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、ダービーもそうですし、今回もこう勝つべくして勝ったっていうよりはこうギリギリで勝ち切ったところが多いので、こうもっともっと自分たちはしっかりと前半からサッカーをして、こうもう前半で試合が決めれるようなサッカーがそれできれば一番いいと思いますし、もっともっと内容的にも向上することができれば勝ち点3を取る可能性は高くなるので、こう、まあ、現状は振り出しに戻ったぐらいだと思うので、ここからまたみんなで競争しながらこうチームが上に行けるようにやっていきたいなと思います。まあ、石江選手の怪我に関しては選手である以上避けられないと思うし、そういった中で、そういったニュースっていうのは自分にとってものすごいショックだったし、チームとしてもショックであると同時に石江選手も悔しい思いもしていると思いますけど、その怪我した次の日に話した時にもうすでに前を向いて歩き始めている石江選手を見た時に、やっぱ自分たちがこうやれることは 何なのかっていうのを考えた時に、やっぱこうピッチの上で試合に勝つっていうことしかないと思うので、そういった意味では今日絶対負けてはいけない試合だったと思うし、そういった選手の思いも背負って戦っているっていうのをもう一度再認識した試合でした。だいぶ相手のラインが低く、自分のストロングである背後に飛び出すっていうのが、まあ、少なく、ボールを触る回数も少なかったですけど、まあ、そういう日もあると、割り切ってやれたと思うし、まあ、今日に関しては自分自身こう満足のいくパフォーマンスができなかったと思うし、それはこう試合を見てる人が一番感じてると思うし、一番自分でも感じていますけど、その中でもこうして結果が出たっていうことが次につながると思うし、それでも改善しなければいけないところにまず目を向けてやっていければと思います。まず6ターン選手が持った時に自分が受けれるところを探し、その後 AC の選手が出た時にそこにいいボールが来たので、まあ、AC の選手がシュートを打ってそのまま入ればいいし、自分の方にそれても、飛び込めるところの位置取りができたっていうのが、まあ、そこにいたところがいたっていう結果が全てだと思うんで、まあ、入ってよかったですね。まあ、ジョンテス選手が試合前に自分たちがこのピッチに立てるっていうことの喜びをかみしめて、出ていない選手のためにも戦おうっていうのを言ってくれたので、ああまあそうだなっていうのをものすごく感じたし、自分たちはこのピッチの上で結果を出すしか、恩返しすることができないので、そういった意味で結果が残せたこと、チームの勝ち点3に貢献できたこと、そこに走れたことが良かったです。5月12日日曜日、エスパルス VS 川崎フロンターレ。